サイクロン作戦とは、アフガニスタン紛争中の1979年から1989年にかけて、ムジャヒディンに武器や資金の提供を行ったアメリカ合衆国中央情報局の計画に対するコードネーム。隣国パキスタンの支援を受けたのみならず、ソビエト連邦による侵攻の前からアフガニスタン民主共和国政権と戦闘行為を 行っていたイスラム武装勢力への支援を強力に推進した。1980年に数億ドル、1987年には63億ドルもの資金を投入しており、CIA が極秘裏に行った作戦としては最長かつ最も費用のかかったものの一つであった。アフガニスタン内戦中にムハンマド・ナジーブ・ラー率いるアフガニスタン。 人民民主党と戦闘行為を行った1989年以後も、ムジャヒリンに対する資金提供自体は続くこととなる。1978年春、共産主義政党のアフガニスタン人民民主党が、サウール革命により、政権を掌握。数ヶ月のうちに、反政府派がアフガニスタン東部で反乱を引き起こし、ムジャヒリンによる内戦へとたたく間に、発展してゆく。 当時のパキスタン政府は訓練施設を反乱軍へ極秘裏に提供し、ソビエト連邦はプドパ政権に対し数千名もの軍事顧問を派遣することとなる。この間プドパ内部でもハルク派とパルチャム派による内側が深まった結果、パルチャム派閣僚が罷免されたり、ドーハの軍艦が逮捕される事態となった。 その後、ハルク派の大統領であるヌール・ムハンマド・タラキーは1979年9月、同じくハルク派に属していた同僚のハフィーズラー、アミーンが引き起こした、プドパ内部のクーデターにより暗殺、アミーンが大統領に就く。しかしアミーンはソビエトから不信感を抱かれていたため、12月には、同国特殊部隊により、その後、パルチャム派ではあるが両派をまとめ上げたバブラク・カールマルが、 政権を引き、一応は空白期間を埋めた。1979年半ばまでには、アメリカ合衆国がムジャヒディンへの資金提供を開始。カーター政権下で国家安全保障問題担当大統領補佐官を務めたズビグネフ・ブレジンスキーは、後に計画の目的を ソビエトの軍事介入を誘発することと述べているが、ソビエトの侵攻は合衆国がソビエトの覇権主義を食い止められなかったために発生したことが後年明らかとなった。エリック・アルターマンはネーション誌の中でサイラス・バンスの側近であるマーシャル・シュルマンが当時は極秘計画を知らされていなかったと言っているものの、国務省がソビエトに侵攻を思いとどまらせるべく、 分骨再審したのであり、決してそれを誘発するために計画を行ったのではない。バンスは確かにゲイツの衝術をすべて代表していたようには思えないとしている。当時ソビエトが中東に足場を築くため、南方へと領土を広げようとしたと考えていたものが一部に存在。こうした中、カーター大統領は進行の後、いわゆるカータードクトリーを発表。合衆国は、 他の、いかなる外部勢力が、ペルシャ湾を支配下に置くことを許さないというものであった。またソ連海従策として、1980年1月には、小麦の輸出を決定し、デタントを演出しようとした。穀物の輸出は、農業従事者に利益をもたらしたものの、金融措置は合衆国の農場主にとっては、苦難の始まりを意味することとなる。一方でカーターは同年、 合衆国のアスリートがモスクワオリンピックに参加することを禁じ、若年男性への徴兵登録を復活させるに至る。ソ連侵攻の後、合衆国はソ連の撤退に向け外交努力に努め、合衆国によるパキスタンでの難民計画への貢献はアフガン難民を支援する上で重要な役割を果たした。ソビエト政府はアフガニスタンでの戦闘を期待していなかったが、 同国軍がカールマル政権下のアフガニスタン安定化に向け配置されるに至った。しかしながら、その結果ソビエトはアフガニスタンにおける内戦に直接介入することとなる。QK32 を持つムジャヒリンカーターは1979年7月3日、アフガニスタンにおける反響ゲリラへの資金提供を認可する大統領令に署名。また、 ソ連によるアフガン侵攻と真相派のカール・マル大統領就任を受けソビエトのアフガン侵攻は第二次世界大戦以降平和に対する最大の脅威であるとの声明を出す。時代のロナルド・レーガン大統領も海外の反素抵抗運動に対する支援を謳たったレーガン・ドクトリンの一環として計画を大いに拡大。この計画を遂行するため CIA 特別行動部 準軍官を雇い、赤軍に退治する無邪ィンの要請に当たらせることとなる。CIA やテキサス州選出の会員議員であるチャールズ・ネスビット・ウィルソンは自身の役割を最もわきまえていたものの、戦略の中心的な主導者は、ウィルソンと近しい関係にあった CIA 地域支部長のグストア・アブラコトス・ノブカを務めていた CIA 準軍官のマイケル・ジー・ビッカーであった。 ビッカースの戦略は訓練計画のみならず、武器や戦術、広報業務を幅広く混合し、ソビエトに対するゲリラ戦を戦えるだけの能力を高めることにあった。結局レーガンの計画は、アフガニスタンにおけるソビエトの占領に終止符を打つ一助となる。なお、近年明らかになった情報によると、アメリカ合衆国国防総省のマイケル・ピルズベリーが、 アフガニスタンのレジスタンスにスティンガーミサイルを提供していたという。計画は同じくウィルソンと近しい関係にあったムハンマドジアウルイコールハクパキスタン大統領に大いに依存。ナカンズ軍統合情報局を仲介してアフガニスタンの抵抗組織へ武器や軍事訓練、資金提供を行うこととなる。なお、イギリスの魅力や特殊空挺部隊、サウジアラビアのほか 中華人民共和国からも同様の資金提供を受けている。アラブ諸国から義勇兵を募り、アフガニスタンに駐留するソビエト軍と戦う抵抗組織に加わらせていく。ただし、ピーター米ンの著書、聖戦株式会社によると、軍事訓練を受けたり、ムジャヒディンに直接接したアメリカ人はいなかったという。プブセクセス作戦のように批判を浴びるのを恐れたため、 CIA が実行した作戦は10にも満たないが、国務省から派遣された文民や CIA は当時、アフガニスタンとパキスタンの国境付近をしばしば訪れ、合衆国はアフガン難民を支援することたびたびであった。1986年以降、合衆国製のスティンガー対空ミサイル多数がムジャヒディンに提供。軽装備のアフガニスタン人が戦闘地域における ソビエトのヘリコプターから効果的に防御し得るほどに、ソビエトの戦況に決定的な一撃を加えていく。皮肉にもスティンガーはあまりにも普及したため、1990年代には合衆国が反米テロリストからの買い戻しを余儀なくされる。この行為は残存するスティンガーがアフガニスタン国内の米軍に対して用いられる。恐れから、 2001年末の合衆国によるアフガニスタン紛争の後も密かに継続していたとされる。1987年7月20日、1983年にムジャヒディンの指導者と会談するレーガン大統領アフガニスタンにおけるソビエト軍との戦闘におけるパキスタンの役割を支援するため、合衆国は経済支援と武器売却を実施。 1981年から1987年までの第一次支援計画では32億ドルが経済支援と武器売却に平等に分配されることとなる。また支援活動外では12億ドルを費やし、1983年から1987年にかけてパキスタンに海マイナス16を40機売却した。 1987年から1993年にかけての第二次支援計画では42億ドルに上った。この中から22億8000ドルが数パーセントの利子をつけ、補助金や貸付金の形で経済支援向けに割り当てられている。割り当ての残りは武器購入に当てられた。なお、アフガニスタン向けのパキスタンへの武器売却はイスラエルも関与。このように、 資金額は、チャールズ・ネスビット・ウィルソンや、ゴードン・ハンフリー、ウィリアム・キャシーら合衆国の政治家や官僚によるロビー活動のため、年々増大の一途をたどった。レーガン政権下では、ムジャヒディに対する合衆国の支援が、レーガン・ドクトリンと呼ばれる外交政策の軸となり、合衆国は、アフガニスタン以外に、アンゴラやニカラグアなどでも、反共抵抗活動を支援していく。 ムジャヒディンは合衆国やサウジアラビア、パキスタンや、その他、ムスリム諸国からの軍事支援の恩恵を大いに受けた。中んずくサウジアラビアは CIA からムジャヒディンへの資金提供に関与。サウジアラビアの支払いが遅延すると、ウィルソンやアブラコトスは、同国におき取り立てていたという、アフガニスタンへの支援のレベルは様々であった。ISI は、グルブティンヘクマティアールを、はじめ、 環境内イスラーム主義者を好む傾向にあったのは一部アメリカ人が認めるところである。しかしながら恩恵派を好む傾向にあるものもおり、こちらはヘリテージ財団の外交アナリストであるマイケル・ジョンズやジェームズ・ A ・イ・フィリップスを含む。両者はレーガン・ドクトリンの下で合衆国が最も支援するにふさわしいアフガニスタンのレジスタンスの領収としてアフマドシャー・マスードを支援している。 合衆国はソビエト軍の撤退以後アフガニスタンから目を離すこととなる。アフガニスタンのレジスタンスに対する資金提供も直後に打ち切るのみならず、パキスタンにおけるアフガン難民への支援も減らしていく。ジョージ・ H.W. ブッシュ合衆国大統領は1990年10月、パキスタンが核兵器不所持であるという証明を断念。外国支援法のプレスラー修正に基づき、 同国への制裁措置を発動することとなる。これにより1987年に提供された第二次支援計画が続行不可能となり、すでにパキスタンへ行っている経済支援を除き、同国への経済支援や武器売却を中止。武器売却や訓練計画も同様に放棄され、合衆国で訓練を受けているパキスタンの軍艦は帰国を求められた。 ウィルソンは1991年、1992年度に、ムジャヒディンへ2億ドルを供与する、要会員情報委員会へ説得の拠に出た結果、サウジアラビアが4億ドルを肩代わりすることとなる。ムジャヒディンへの資金提供が、アメリカ同時多発テロの引き金となったという批判がある。合衆国政府はパキスタンが、グルブティンヘクマティアールを、 同志とみなして、資金提供を許した度で批判を行ってきた。ヘクマティアールは、他のムジャヒディンを殺害し、合衆国から提供された武器を用いながら、2000名の犠牲者を出したカブール砲撃を含め、民間人を攻撃したためである。またアルカアイダ創始者にして、マクタブ・アルヒダマトと呼ばれる、アフガニスタンの義勇兵を支援していたオサマ・ビンダディンと、親交があったとも言われる。 これを受けムハンマドジアウルハクは、ヘクマティアールに対し、アフガニスタンの指導者にしたのは、パキスタンであり、武作法をし続けるのであれば、同様に殺害するのは、パキスタンであると警告。ベーナズイール仏陶パキスタン首相は1980年代末、イスラーム主義運動の対等に懸念を表明し、ブッシュ大統領に、フランケンシュタインを作っているのはあなただと伝えている。これに対し、 合衆国は、資金はあくまでアフガニスタンの反乱軍に当てられていると強弁し、オサマ・ビンラディンやムジャヒディンへの資金提供を否定。しかしながら、アフガニスタン反乱軍の一部でさえタリバンに参加し、米軍に対する戦闘行為を行っている。CIA がオサマ・ビンラディンに直接接したという証拠はないものの、合衆国の資金提供は、ムジャヒディン集団に向けられており、 同国の外交政策に批判的なものは、サイクロン作戦が2001年のアメリカ同時多発テロを生み出す、潜在的な要因を作ったとしている。ウィリアム・ハートゥングは、アルカアイダの創設がソビエトのアフガニスタン侵攻時が死臭国による、無邪避伝への支援と関係があると指摘。一方、クリストファー・アンドリューやソ連からの亡命者、バシリー・ミトロヒンによると、CIA が、 ビンラディンやムジャヒディンを支援することになった他のアラブ人義勇兵に資金提供を行っていたという主張には何ら根拠がないという。ピーター・ベーゲンは本当の問題は CIA が1980年代にビンラディンを支援していたのではなく、1996年1月局内にビンラディン化が立ち上げられるまでその可能性に気づいていなかったことにあるとしている。ありがとうございます。